ポッツォディボルゴ、カルロ・アンドレーア・ポッツォディボルゴは、コルシカ島出身の政治家。アジャクシオ近郊の新たで、ボナパルト家の遠籍の家庭に生まれ、幼少時は、ナポレオンの遊び仲間だった。成長すると、ピサで法学を学んだ後に弁護士になり、フランス革命が勃発すると、立法議会議員となりパスカル・パオリの副審になった。ナポレオンが、パオリと対立すると、 ブオナパルテ家弾劾決議を下し、一家をマルセイユに追放に追い込んだ。フランス軍がコルシカ島を占領すると逆に追放され、以後反ナポレオン運動の戦闘に立つ。ナポレオンは自分のことを熟知していたボルゴを大変恐れていたとされている。1804年、ウィーンにいたボルゴは、ロシアのチャルトリス機公爵の推薦を受けて、ロシア皇帝アレクサンドル一世の外交顧問になった。 ところが、3年後に、チャルトリス機構爵が失脚し、続いて、ロシアとフランスの間で、ティルジットの和訳が結ばれたことから職を辞して、ウィーンに戻る。ところが、ナポレオンから、オーストリア帝国最相メッテルニヒニボルゴの引き渡し要求があり、身の危険を感じた彼は、ロンドンに移った。1812年、再度ナポレオンとの対決を決意した、アレクサンドル一世は、 ボルゴをロシアに呼び戻した。彼はナポレオン打倒のための外交工作に努め、ウィーン会議ではルイ18世の擁立を支持してイギリス代表のウェディントン公と連携した。再考されたブルボン朝に中仏ロシア大使として派遣されたボルゴはフランス本土への連合軍の進駐の短縮とフランスが支払う賠償金の軽減に努めた。その一方で フランス革命の成果を否定しようとするフランスの王統派やメッテルニヒの動きには強い反感を抱き、リシリューコーラ恩恵派を支援するとともに露仏関係強化に努めた。これに対してシャルル十世やメッテルニヒはボルゴがフランスの自由主義の背後にいると非難をしたが、ロシアは彼をそのまま職に止めた。フランス7月革命が発生すると、ボルゴはこれに反発する。 ニコライ一世を強引に解き伏せて、ルイ・フィリップのフランス国王即位を認めさせた。だが、この件が、ロシアでは、フランス人であるボルゴに対する不信感を強め、彼は1835年に中英大使に転任となった。1839年、ボルゴは大使を辞任すると、フランスに帰国し、1842年にパリで死去した。ありがとうございます。